それではアイドリープライドの運用を支える u n ニティ開発フローにおける効率化テクニックの紹介と題しまして株式会社クオリアーツの片岡が発表します本日の発表はこちらの構成となっております初めに自己紹介とアイドリープライドの紹介をさせていただきますまず自己紹介ですが 片岡圭也と申します2020年に株式会社クオリアーツに新卒入社しましてその後リリース前のアイドリープライドの開発メンバーに加わりましたクライアントエンジニアとして開発に従事しまして現在はクライアントサイドの開発リーダーを担当しております次にアイドリープライドの紹介ですアイイドドリープライドは 2021年6月にリリースされたスマホ向けのアイドルマネジメント RPG ゲームになりますアイドル事務所のマネージャーとしてアイドルの育成だったりマネジメントができますアイドルリープライドは運用開始から2年以上が経ちましてそろそろ3周年を迎えようとしていますが現在も新規のイベントを続々とリリースしております 本日の発表ではアイドリープライドにおける高頻度な機能やイベントのリリースを支える効率化テクニックとして2つ紹介します。1つ目は社内の開発基盤を活用した Unity 開発での効率化の紹介になります。2つ目は GitHub Actions や Jenkins を活用した GitHub やビルドでの効率化の紹介になります。 それではまずはじめに社内の開発基盤の活用の紹介をしていきますアイドリープライドは UI 画面の実装がメインになりまして Unity を用いてゲームの動作や見た目を実装しておりますデザイナーさんが用意したデザイン通りに UI を配置しプログラムコードで挙動を実装します実装の規模は大小あるのですがイベント規模になると 三画面以上を実装するので UI の組み立てが大変になりますそこで UI の開発基盤を活用しますクオリア図では UI に限らずさまざまな開発基盤を用意しています開発基盤を用意することで土台ができていてそこから開発を行っていくので一からの開発や人による設計の違いを回避できます描画 ADV 通信課金ツールビルドなどの開発基盤があり Unity のパッケージとして管理し GitHub でバージョン管理をしていますこの開発基盤の開発は開発推進室というプロジェクトを横断で見て必要な基盤や機能開発に従事するアイドリープライドプロジェクトとは別の弊社の組織が担当しております それでは、Unity での UI 開発に関わる基盤を紹介します。i d リ y プライドでは主に2つの基盤を利用しています。1つ目が UI 開発を補助する QuarinityUI。2つ目がデザインツールのデザインを Unity にそのまま流し込める QuarinityXD です。それぞれクオリアーツの Unity 開発基盤ということで、 クエティ何々といいったように命名していますまずは一つ目の UI 開発基盤のクエイニティ u i について紹介しますクエイニティ u i は UI 開発の基本的な機能とツールを提供する基盤になります提供する機能は画面の仕組みリストビューテキストボタンダイアログ ドラッグや長押しなどのジェスチャー、セーフエリア対応など、UI だけでもさまざまあります。すべて紹介することはできませんので、今回はこちらの画面の仕組みに絞って紹介します。画面の仕組みですが、ノードの単位で画面を表現し、ツリー状に管理する仕組みです。 具体的にはスライドの例を参照しますとチーン・ウィンドウ・スクリーンという階層関係で親ノードが子ノードを管理する仕組みにしています子ノードは複数管理可能で最後に開いたノードが表示されるのでスライドの例ですとスクリーン5が表示されますもしスクリーン2を表示したいとなった場合はウィンドウ2を閉じることで スクリーン2を表示できますこのようにスリー状に管理することで柔軟な画面遷移を実現していますまた画面の自動生成も開発基盤によりサポートしています基本的にボタンをポチポチするだけのエディター拡張のツールになっておりまして画面のプレハブと C シャープのスクリプトの基礎が生成できます 実装に最低限必要なスクリプトがアタッチ済みの画面のプレハブが生成されましてそこから UI のパーツを配置したりスクリプトに処理を書いたりして実装できますこのように自動生成のツールによりすぐに画面の実装に取り掛かれるようにしています続いては2つ目の UI 開発基盤の QuarityXD について紹介します アイドビー XD で作成されたデザインを Unity にそのまま流し込むことができる基盤になります。q u a u n i t y、ま、x d はまず XD のプラグインによりレイアウト情報やパーツ情報などのデザインの情報を自動で抽出しその抽出した情報から ユニティ上で UI を自動で組み立てるという仕組みになっています。クアユニティ XD を用いる利点を示すために UI 再現フローの例を説明します。典型的な UI 再現フローですが、まずはデザイナーが一枚画像と素材を書き出し、フォントサイズだったり UI の細かな指定をします。 指定を受けた Unity エンジニアは手作業で UI を再現しますが1ピクセルもずらさないために神経を使ったり単調な作業になりがちでモチベーションが保てないまた時間もかかるなど多くの問題が発生してしまいます対して QualityXD を用いた UI 再現フローですが QualityXD は仕組みで説明したように 自動で抽出と再現をするので、デザイナーは Unity エンジニアに XD ファイルを渡し、Unity エンジニアはクエリティ XD を実行するだけになります。このように Unity エンジニアのデザインの再現作業を一気に減らすので、大幅な工数削減につながっています。ここまでは Unity 開発の効率化の紹介をしましたが、ここからは Unity 開発に間接的に関わる部分の 効率化の紹介をします今回は GitHub Actions や Jenkins を活用した効率化の紹介をします Unity 開発をする上ではさまざまなフローがありますそれらをすべて手動で行おうとすると開発スピードが落ちてしまうのでそのようなことを防ぐために開発フローを一部自動化しています 今回は、プルリクテスト、ブランチ運用の自動化、アプリビルドの自動化の3つについて、GitHub アクションズや Jenkins の活用の例を紹介します。まず、GitHub アクションズと Jenkins についてですが、どちらもコードのビルド、テスト、公開、リリース、デプロイなど自動化する CI-CD のツールになります。 Unity の実行環境も用意することで組み込むことができ例えばユニティを用いたコードのテストなどを行ったりもできます。アイドリープライドのユニティ開発ではプロリクテストからアプリビルドまですべてジェンキンスを用いておりましたが GitHub アクションズも次第に用いるようになり結果的に両方を用いているといった背景もあります。 GitHub c クションズの実行までの流れについて簡単に説明します。GitHub c クションズは GitHub 公式の CI/CD ツールで、実行内容やトリガーなど、YAML 形式でワークフローを定義します。定義したワークフローを実行したい GitHub のリポジトリの指定ディレクトリ配下に置くことで、GitHub に認識されて、 実行可能になりますチェンキンスについても簡単に説明しますチェンキンスはオープンソースの CICD ツールでジョブを追加します実行内容やトリガーなど GUI でジョブを設定しますそうすることで設定に沿った が実行可能になります以上 GitHub c クションズと Jenkins についての説明でした。それでは本題に戻りまして、まず一つ目のプルリクテストについて紹介します。Unity 開発では数多くの人がさまざまな差分を GitHub にコミットします。その中でキュアレスミスに気づかずにコミットしてしまうと、 原因調査に時間をかけてしまいますますた動作に影響のあるミスは開発に大きな影響を与えてしまうので特に防ぐ必要がありますそこで開発で品質しうるミスを検出して予防します方法としては GitHub アクションズのセルフホストランナーで Unity を実行しコンパイルエラーや ののプレハブ参照のミッシングなどを検出します検出した結果はプルリクのコメントに表示され失敗すると問題の箇所の提示をし修正のコミットを促しますまた動作に影響のあるようなミスだけではなく軽微なミスも対応しています例えば無駄な空白があるといったミスや スコープの内側に空白がないなどといった規則に沿っていないといったミスなどがありますそういったミスは先ほど紹介したプルリクテストではなく定期的に作動して自動で修正プルリクを作成する別のワークフローで対応していますこの修正プルリクをマージするだけで軽微なミスは修正完了になります続いては 二つ目のブランチ運用が続くとさまざまなバージョンのブランチができていきそれらの管理が必要になります例えばある人はバージョン 1.1.x の開発を行いある人はバージョン 1.3.x の開発をする場合バージョン 1.1.x で発生した差分を適期バージョン 1.3.x にマージする必要があります こういった作業は頻繁に起こりうるものでいちいち手作業でマージするのはとても大変ですそこでバージョン間マージするプルリクを自動生成するようにしています定期的に実行し差分があるとバージョン間マージのプルリクを自動で作成するのでプルリクテストがエラーになる場合などを除き基本的にこのプルリクをマージするだけで 完了しますこちらでは特に記載していませんがアイドリープライドではメインのリポジトリ以外にサブモジュールもあるのでそちらのサブもついでにマージしています最後の三つ目のアプリビルドについて紹介しますビルドにはリポジトリのチェックアウトやアプリアイコンや API の見先などの環境に応じた設定 ユニティのビルドや iOS なら X コードビルドストアもしくは開発環境用のアップセンターへのアップロードなどといった一連の手順があり複雑ですそこで環境ごとにビルドジョブを用意しています例えばアワリーについては主にデバッグ用のビルドになります ユニティ開発をしていると差分が発生していきその度に手動でビルドするのは大変ですそこでアワリと名付けているように数時間に1回アプリをビルドするジョブになります最新版のアプリが常に存在している状態になるのでデバッグ用に用いられるジョブになりますまたストアについては ストアアアップロードド用のビルドジョブになりますストアにアプリを公開するためにはストアの申請作業が必要になりますそのためにアプリのビルドをしなければならないのですがそこを自動化することでストアの申請作業の負担を減らしていますこのように用途に応じてジョブを実行するだけでアプリのアップロードまで完了できるようにしています それではまとめになります。アイドリップライドにおける社内の開発基盤や GitHub アクションズやジェンキンスの活用例を紹介しました。Unity 開発フローの多くの部分が効率化されていて、その分、より開発に集中できる環境ができています。それでは発表を終わります。ご覧いただきありがとうございました。